ラブラブラー。おう、そら、気がついた？二人とも何やってんだ？ここ、どこ？あ、モンストロのお腹の中だよ。みんな飲み込まれちゃったみたい。本日の天気は曇り時々。あ、いろいろ降ってます。わらー、誰だそれ？僕だよ。マジョー、ピノキオ。あー、ピノキオ。ピノキオだって？待ちなさい、ピノキオ。ピノキオ、ソラ、早く追いかけるんだ。これはなんだい、ピノキオ。これでここから抜け出せるんだよ、お父さん。本当かい、こんなものでね。本当だよ。ピノキオ、どうやってここまで来たんだ？おや、まあ、お前さんたちもクジラに飲み込まれちまったのかね。まあ、そんなとこ。わしはゼペット、この子の父親ってわけさ。いや、離れ離れになったときはどうしようかと思ったが、もう一度会えて何よりだよ。どうやらピノキオのことを知っとるようだが、わしのいない間、ピノキオはいい子にしてたかね。まあまあ、せっかく来たんだ。ゆっくりしていきなさい。なあ、ピノキオ。何やってるんだよ。戻るぞ。ゼペットさんが心配してるよ。早く外へ出ないと。遊んでる場合じゃないだろう。お前も前はよく遊んでたのにな。キーブレードの勇者になったら子供の遊びは卒業か。リク、こんなとこで何やってるんだよ。だからピノキオと遊んでるのさ。そうじゃなくて、帰りは？帰りは見つかったのか？どうかな。俺を捕まえたら教えてやるってのはどうだ？ふざけるなよ。そんなにあの子が気にかかるかい？あの少年はお前よりキーブレードと新しい仲間を選んだというのに。別に気にしてるわけじゃない。ちょっとからかってやっただけだ。そうかい、まあいいけどね。心の中の闇に気をつけな。ハートレスの大好物だからね。俺は大丈夫だって言ってるだろ。リク、リク、なんでこんなことするんだよ。何やってるか分かってるのか？ソラ、お前こそ何をしてるんだ。あちこち飛んでっちゃ。そのキーブレードを得意げに振り回してるだけじゃないか。本当にカイリを助ける気があるのか？それは…うわぁ！倒せるか？やれるさ、リクと俺なら。ゴリラ、え、どうだ？えい、パッパッ、えい、ゴリラ、パッ、え、どうだ？早くここから出していこう！え、そりゃ、タッ、パッ、タッ、どうだ？ゴリラ、へ、パッ、へや、ゴリラ、パッ、もっと、え、さあ、うん、
ノキオ、ピノキオ、お願いだ、ピノキオを返しておくれ。悪いけどそれはできないね。この人形にはまだ用があるんだ。人形じゃない、ピノキオはわしの息子だ。心のある人形なんてめったにないからな。心をなくしたものを復活させるのに役に立つかもしれない。それ、カイリのことを言ってるのか？お前にはもう関係ないことだろ。ピノキオをゼペットじいさんに返すんだ、リク。ハートレスに心を食われた人形、カイリを助ける鍵になるかもしれない。どうだ、ソラ、一緒にカイリを助けよう。俺とお前ならやれるさ。戦うのか、俺と。心をなくした人形のために。ピノキオの心は残ってる、両親がね。両親？両親の声は小さいけど、でも俺にははっきり聞こえる。リク、それは良くないことだってな。それがお前の答えか。ピノキオ、ピノキオ。ジミニー、僕もうダメだよ。あれ、ダメじゃないみたい。カイリは心をなくした人形だって言いたいのか？その通り。カイリの心は？ハートレスに奪われたんだろうね。どうすればいいんだ？七人のプリンセスを集めればいい。そうすれば世界の中心、私は世界の心と呼んでいるがね、そこへの扉が開く。そこは知識の宝庫だ。カイリの心を取り戻す方法は必ずそこで見つかるさ。そうだ、お前に力をやろう。ハートレスを操る力を。カイリ、待ってろよ。